じゃーん。ダイスで4が出たからアイテムカードのマスへ。そして出ました、妨害カード奇数の壁をゲット。あなたさっきから2進むとか3進むとかに止まりまくってない？ダイスに細工してあるとか簡単なものではなさそうだね。そしてまさかの3回休みだと。もう延々と振り出しに戻るを繰り返している俺に比べればどうってことはないだろう。っていうかこれ何周目の世界なの？はい、これは興味深い。たった一度の2マス戻るがこうも戦況を左右させるとは。3とは。あら、そういえば妖精の口から興味深いなんて言葉が出てくるものなのね。いいえ、私に人間と同質の喜怒哀楽が存在しうるか否かは判断のしようがありません。人間と妖精双方は互いの頭の中身を見ることはできませんから。他人の頭の中なんて同じ人間同士だってわかるものではないさ。逆にお前自身はどうなんだ？人間から見てではなく妖精なりの感情というものは。いいえ、そもそも心や感情というもの自体妖精ではなく人間に向けて作られた言葉です。私の精神活動に振り幅はありますが、それで各種行動の精密さが阻害されることはありません。人の言葉で言えば冷血なのでしょう。犬や猫にさえ心はあるとスカーハ様はおっしゃいました。そして犬や猫にさえ親や子を守ろうとする精神性は宿ると。私にはそれがない。こんな私に心や感情があるのかと問われれば首をかしげるより他ありません。でもそれを残念だと思う心はある。はい。だとすればやはりお前には心や感情ってものがあるんじゃないのか？いいえ、それではへりくつです。確かに。だが一瞬言いよどんだのは機能的に徹するだけではない証拠かもしれん。いいえ、しかし一つのことに執着するのもいい兆候ね。何より私たちだってそっちの方が嬉しい。おっと、そこで私の妨害カード奇数の壁が炸裂。噂は3回連続で奇数を出さない限り前へは進めにゃーい。やっぱり感情ありそうよねこの子。